はいどうもおはようございます。今日は8月23日朝6時になりました相場解説、デイリーから見ていきます、えー。デイリーはご覧のようにですね、3ペイどころか4ペイになり5ペイになっちゃいました。5ペイまでが確定しましたけども、上昇トレンドで間違いなかったでしょ下落が始まり、緩やかに回復しながら材料を巻き込んで、やっぱりトレンドの方向に戻っていくってことになりました。えー、今後もですね、えー、右肩上がりで、 やっていければいいと思いますかなりね垂直に近い形で登っていきましたねはいデイリーでしたはいで次は4時間ですあちなみに FX オリガルヒと速座軸限定動画これね共通でお送りしておりますオリガルヒの方にはもうすでに動画の方1本送ってますんでこれが2本目になると思いますで4時間軸なんですけども随分前にお話しましたここら辺から包み足が始まって大きく下に下落したところですけども結局はほら戻ってきたわけでしょここに ね、同水準からちょっと超えたぐらいになりましたよね。で、これが綺麗にいくとまあ、正三角形みたいななるわけですけども、途中材料が入ったりね。ガタつきましたんで、ちょっと形がブサイクになっております。でも、下落に向かう時も n 字を書きながら行きましたし。しで、えー、上昇に行く時も n 字を書きながらね。それからちょっとだけあのレンジを作る。 かなと思ったところでトリプルトップを破って上昇してきたところっていうのが振り返れば懐かしく思いますでこれからはねこういうふうにさらに上の方に向いていくことでかつて140円に達しなかった139何がしっていうのを突破して140円を抜けていくことを見ていこうかと思います結局は一瞬ね130円を割ってしまった時期もありますけど割ろうとした時期もありますけどもこの辺で。 結局は140円に向かっていくわけなんですよ何度も言いますけども日銀の介入とかその他の大きな紛争など国際的な事件が起きなければこの円安はずっと続きますんでそれこそ150円とか200円とかも考えていかなければなりませんとりあえず私は今年中に140円と思いながらね、えー、長期をファンダメンタルで見てましたんで140円をクリアしてしまったら今年はねどこまでいくんだろうってのは今 いろいろと組み直しているとところですとりあえず皆さんにお届けするのはテクニカルなんでその話は今回割愛しますじゃあ1時間を見ていきます今日はどうすればいいんでしょうかってことですけども昨日のこの時間こちらの方で、えー、1時間軸っていうのはチャートが形成されておりました上の方に上ってコードの限界値を迎えて横ばいに入ったところが昨日の朝だったかと思いますけども結局こちらのポイントを超えてですね で理覚できる人は早くしてっていうふうに進めたと思いますけどその後やっぱりね、あのー、この辺りでエントリーした方の玉が決済されてちちょっと落ちたわけですよ多分半値決済ぐらいで済ましてそのしたたかな人は追撃もかけてきてこの上昇格を作ってるんじゃないかなと思いますけどもねで多少また調整が行われますけどもこのまま137円の420たりから138円に向かう。 これがあー今週のね木のね展望だと思いますまますあ以外は考えられません、ね、だから玉をしっかりと倍で持っていけばいいんじゃないですかまあ今までもそうでしたけどもねまあ懐かしいですねここレンジに入るかなと思ってちょっと長めのレンジに入るかと思ったらダブルトップを変えてトリプルトップにならずに脱出して次のフェーズを作っていったっていうところがね もうチャートのどれを見てもそこにどんな思いを私が込めていたのかどういうふうにこの後展開するのかってことがありありと思わせるのとどれがうまくいかなくてどれがね、えー、その通りになってきたのかってことが走、うん、馬とのように浮かびますね、うん、本当になんかチャートっていうねこのわけのわからないー底菓子の組み合わせなんですけども感動と思い出がすでにこの夏もできましたそれでは次の放送お待ちください迷った方は倍してください